ここで2014シーズンご声援をいただきました皆様に、大阪サッカークラブ株式会社代表取締役社長岡野正夫よりご挨拶をさせていただきます。いつもセレッソ大阪に熱いご声援を誠にありがとうございます。本日の試合の結果によりまして、来シーズンの J2 への降格が決定しました。サポーターの皆様、スポンサーの皆様、大きな期待と熱いご声援を賜りましたにもかかわりませず、このような結果になりましたこと、クラブを代表しまして心よりお詫び申し上げます。本当に申し訳ございませんでした。降格という結果を真摯に受け止め、クラブ一丸となって1年で J1 へ戻るべく努力いたします。これからもセレッソ大阪に熱いご声援をよろしくお願いいたします。これより監督、選手が感謝の気持ちを込めて場内を周回いたします。